ドリームチェイサーです。今回はこちらキャラケーキの作り方リクエストいただいた白鸚の土方さんのケーキを今回は作っていきます。はい、こちらの絵を今回は使用させていただきます。はい、今回使用する型は6号の型になります。ちょうどこの刀の部分が入った方がいいなと思ったのと、目の部分がちょっと細かいので5号の型だと同じようにすると顔だけ刀だけになったり、ちょっと縮小したものだとここら辺が綺麗に仕上がらないなと思ったので、今回は6号を選びました。底の取れるような型を使用します。この型の底の大きさに合わせて切ったものに油性のペンで写し取っておきました。これはオーブンシートを使っているんですが、写し絵の紙でも大丈夫です。描いた絵をひっくり返して型の上に載せます。ジップロックなど、今回はトップバリューの商品ですね。このジッパーバッグ、冷凍ができるものです。これを1枚取り出して、はい、型の大きさに合わせて切ります。はい、こんな感じで切り取ったもののうちの透明な方を使います。型の上に絵を乗せたら、その上にこの切ったジップロックを乗せて数箇所テープで留めます。絵と被らないところを留めておきましょう。はい、こんな感じですね。今回はこことこことここかな、はい、とこの部分を留めました。線を描くときに邪魔にならない部分に留めておきましょう。はい、ではチョコレート溶かしたものを用意しました。明治のミルクチョコレートです。何のチョコレートでも構いません。ではこちら、このように爪楊枝につけて伸ばして線の上に置いていきます。はい、引き手と逆側からやった方がやりやすいです。今回も細かい作業なので一気に完成させてしまいます。こんな感じでチョコレートをちょっとずつ伸ばしながら線の上に置いてあげて完成させてしまってください。はい、今回ちょっと寒いので固まりやすいので大変なんですけれども、丁寧にやっていきたいと思います。では完成させてしまいます。はい、チョコでのペン書き完成しました。結構大変だったですね。この紐の部分は両脇をこのようにラインなぞってから間をちょん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 と入れてあげると素早く綺麗にできます。ではこちらは冷蔵庫または冷凍庫で約30分ぐらいしっかりと固まるまで冷やしておきましょう。ではその間に色付けの準備をしておきます。はい、では色付けの準備をしていきましょう。植物性のホイップクリームをボウルを氷水に当てながら2分半から3分ほど泡立てます。この時砂糖は大さじ1ほど入れています。6、7分立てに泡立てたら、このような製氷機のような、小分けされたスペースがたくさんあるような容器に移しておいてください。食用色素も用意しておきます。今回は黒、青、紫、そして肌色がありますので4色用意しておきます。赤、青、黄、黒ですね。はい、この4色で全ての色を作っていきます。ではまずは髪の毛の色からいきましょう。黒ですね。黒も光の加減で薄いところ濃いところありますので2色作っておきます。はい、まずは濃い色、この色素の中にクリームをこのように移動するような形で作ります。はい、そうすると濃い黒が簡単にできます。そんなに量は必要ないと思うのでこれぐらいで十分です。そして写し終わったこちらの方を混ぜていくといい具合に薄い色になるんじゃないかなと思います。はい、もうちょっと光の加減で使いたいところありますね。その場所用に、よいしょ、こんな感じで、はい、薄い黒を作ります。この3色あれば大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、では続きまして紫いきましょう。今回はこの着物の内側の部分は
紫色ベタ塗りしていこうと思います。はい、ではこちらの色を作ります。青と赤混ぜていきます。はい、割合がいい感じになってきたらちょっとだけ黒を入れます。そうすると濃い色になってきます。ここにさらに青と赤を足します。はい、今回はこんな色でいいんじゃないかなと思います。この色を入れていきたいと思います。はい、では続きましてこの羽織の青い部分ですね、作っていきたいと思います。まずは水色を作ります。はい、今回ちょっとくすんだ感じですね。本当の新選組の色は水色でいいんですけれども、ちょっとトーンダウンするために灰色を混ぜます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じの色を使っていきます。影になっているところもあるので、もう一段暗い色を作るときには青の色を足して爪楊枝の先で色を作って入れていきましょう。こんな感じで混ぜてあげれば、はい、色ができますね。はい、こんな感じで作って入れていきます。こちらの影側の濃い部分もあまりこちらと今回は色を変えずに入れていきます。影の部分は濃い色、薄い部分は薄い色で入れていこうと思います。ではここですね、この本当は白だと思うんですが、ほんのり今回の色が水色っぽく見えるので、それはこちらの色を少し取って混ぜて、もうちょっと薄い方が良かったかな。はい、ではこちらに混ぜてほんのりとうっすらと青がかってるような感じで、これでいいですね。この色を入れていきたいと思います。では肌色を作りましょう。肌色は赤と黄色ですね。はい、ちょっとこれだと色が濃いので隣に移して色を調節していきます。はい、こんな感じで良さそうですね。今回ちょっと影の部分は口の周りなどは入れないで、耳のあたり、そしてこのちょっとした影のあたりだけつけていこうかなと思います。はい、ではこちらの色で色付けをしていきます。はい、では色付けを始めていきたいと思います。まずは髪の毛の黒い部分に色を入れましょう。濃いところですね。続いて紫の部分にも色を入れましょう。水色の濃い部分にも色を入れます。先ほどこの部分ちょっと薄い水色作ったんですけれども、やっぱり新選組の羽織はこの部分白なので白を入れていきたいと思います。この部分は最後に色を入れるので残しておきましょう。ではまずは第一段階、黒、紫、濃い、水色、色を入れてしまってください。基本的に上から下へ、利き手と逆側から利き手側にやると綺麗に楽に仕上がります。はい、第一段階終わった状態がこちらになります。こんな感じですね。濃い黒の部分、紫、濃い青を塗り終わりました。では肌色、薄い肌色に少しオレンジを混ぜて耳の中の影を作っていきます。そんなに濃い色じゃなかったので、こっちの色そのまま入れてもいいかもしれないですね。初めに作ったオレンジ色、そんなにオレンジにならずに、まあ肌色としては濃い色だったんですけども悪くない色でした。はい、そのまま入れても構いません。影の部分に入れていきます。こうすると剥がした後にうっすら濃い色が
この部分に出て影のように見えます。はい、こんな感じですね。目の周りも少し入れておきましょう。なんとなく暗い感じになりますね。ラインだけ入れてありました。はい、こんな感じで入れます。反対側もですね。ちょっと細かいところはもうちょっと手元で見えるような状態にしてから入れ直します。ざっと入れていきます。はい、こんな感じで入れます。はい、鉢巻きの白いところは影になっているところ、灰色を入れました。黒で作った灰色ですね。これを鉢の部分にも入れましょう。この部分ですね。はい、そして残りの色を入れていきます。白以外の色を入れていきましょう。まずは水色、そして黒の髪の毛の残りの部分とかですね、そして肌色、白の順に一気に塗ってしまってください。今回は周りを白で囲わなくても大丈夫です。では完成させてしまいましょう。色塗りが完成しました。桜の花びらにも赤色を少し取ってピンク色を作って入れてあげて、このように散らしてあげてください。はい、周りは囲わなかったのですが、服の色などは綺麗に仕上げたいためにしっかりと白も色を入れました。では下絵を外していきましょう。テープの一箇所を外して下絵をそっと引き抜いていきます。テープは元に戻しておきます。穴がないか塗り残しがないか確認して大丈夫でしたら型の中に入れてしまいます。はい、この状態で冷凍庫で約 1,2 時間冷やし固めます。その上に色付けの時に残ったホイップクリームをしっかりと泡立て直して8分立てぐらいにしたら、中に流し込んで平らにならしてさらに 2,3 時間冷やし固めます。そうするとプレート状になります。冷やし固めている間にケーキの用意をしておきましょう。上に乗せる状態まで作っておきます。では冷凍庫へ入れてきます。はい、しっかりと凍らせたものがこちらになります。はい、カチカチですね。ではこちらを型から外していきます。ケーキはこのように上に乗せる状態まで作っておくと段取りよく仕上げられます。底をそっと持ち上げると簡単に外れると思うので上に乗せてあげましょう。はい、では型を外していきます。爪楊枝などでちょっと引っ掛けてあげるとすぐに外れていいと思います。はい、テープが外れたらしっかりとちょっと外側に引っ張ってあげます。はい、まずは型の底の部分を取ります。はい、今回はこちらが前側になりましたね。はい、ではテープをそっと持ち上げるようにしてジップロックの部分を外していきます。はい、今回はこんな感じです。では周りを軽くホイップクリーム絞ってお化粧していきたいと思います。髪の毛の部分なども綺麗にできたので本当に外側だけ少しだけ絞っていく感じですね。このつなぎ目部分に絞っていきます。小さめに絞ってあげてください。
こんな感じですね。今回お好みで周りにいちごなどを飾っていただいてもいいと思うんですが、絵がすごく綺麗にできたので、あえて周りにいちごは飾らないようにしたいと思います。内側にちょっとだけ紫のシュガーを飾ります。はい、こちらは富澤商店のジュエリーシュガーパープルになります。プチトミシリーズで1個100円ぐらいです。こちらを少しだけ飾っていきます。内側ですね、絵になるべく被らないように丁寧に飾っていきます。はい、こんな感じで背景を埋めるように紫を飾ってあげるととっても綺麗なんじゃないかなと思います。このジュエリーシュガーのパープルは角度によってピンクっぽくも見えるので、あの桜の散ってる感じだったりとか、土方さんのイメージカラーだったりとか、いろんな風に見えて綺麗じゃないかなと思います。はい、では最後に周りのこのクリームの上ですね、何もないと少し寂しい感じ、さっぱりした感じになってしまうので、こちらのこれも富澤商店ですねのフルーツ顆粒になります。こちらのフルーツ顆粒いちごを周りを縁取るように軽く散らしてあげます。はい、こんな感じですね。いちごを乗せるとちょっと絵が崩れてしまったり隠れてしまったりするけれども、少しインパクトが欲しいなという時にはこのような赤いフルーツ顆粒はとっても役立つと思います。はい、というわけで今回はリクエストいただいたキャラケーキ、白鸚記の土方歳三のケーキを作ってまいりました。いかがだったでしょうか。リクエストありがとうございました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。